なんでっていう気持ちが強かったね。うん、やめますって言って、なんか頑張れる気がしなかったんでね。J リーグのチームからオファー来たら、J リーグでプレイすることありますか？こんにちは、パーデクです。今日は10月、10月だっけ？10月。10月まで、FC 琉球、J2 の FC 琉球で、プレイしていた清水慎太郎に、いろいろあって多分辞めたと思うんですけど、コメントも出さずに辞めたので、ここでいろんなことを聞いていけたらなと思うので、ぜひ見てください。まず、10年間、慎太郎が11年間か、まあ、うん、11年間プレイしていて、で、アルディージャー、ファジアーノ岡山、ミトホリホック、FC 琉球でプレイしていて、多分その4つのチームでも、まあ、他の多分、そこのサポーターじゃなくても、慎太郎のこと本気で応援してくれた人っていると思うんだよね。で、琉球を通してもコメント出してなかったから、まあ、その人たちにね、ちょっと、一言じゃなくてもいいけど、まあ、メッセージを、かもしれない、うん。そうですね。まあ、その、辞めた時に、コメントも出してなかったし、まあ、本気でその応援してくれてた人には本当に申し訳ないことをしてしまったなって心から思いました。なのでなんかこの場をお借りして、うん、本当に申し訳なかったっていうことは伝えておきたいことで、それと今までその応援してくれた人たちにやっぱ感謝の気持ちも一緒に、ね、うん、っていうところはあります。まあそれは結構本当に辞めて連絡取ってた時もずっと言ってたしね。まあ本当に伝える場がないからね、うん、まあ、実際慎太郎自身インスタも発信してないし、まあ、発信しにくいだろうし、まあ、多分やめて DM とかも相当来てただろうし、うん、まあ、悪いコメントから、うん、いいコメントからもいろいろあるだろうけど、うん、DM とかもめっちゃ来てただろうし、インスタ更新するのもおかしいだろうし、まあ、なんかずっと黙って無理に黙ってたわけじゃないけど、まあ、言う場所もなかったからね実際。だからまあこういうところで、しかも実際インスタとかで多分こう文章とかで言うより言葉にした方がさ、やっぱ分かってくれると思うし、うん、だからまあこれをね、慎太郎のファンの人たちが見て、まあ少しでもね、そういう風に思ってくれればね、いいと思いますね。まず、僕と慎太郎の関係なんですけど、18歳の時に高校サッカー選手権で、僕が武南高校で、慎太郎が西武大高校で、試合をした時から、まあ徐々にこう仲良くなっていって、18で慎太郎はまあ大宮アルディージャに入団したんですけど、その時に大宮アルディージャにいる時に、もう収録ぐらいで一緒にいたの、うん、収録ぐらいでもうずっと一緒にいるぐらい本当に一緒、毎日過ごしてて、でそこから本当18から今29なんですけど、この10年間ぐらいは、まあ、慎太郎がどこのチームに行っても応援行ったり結構あったり、こっちで試合する時にも会える時間があったら会ったり、していて、まあそういう関係ですね。で次、FC 琉球で10月までプレーしていたけど、まずなんで辞めたか、一番簡単な質問。うーん、7月にその謹慎1回目、うん、あのコロナ禍の中で飲み会をしていて、まあ、禁止になって、まあ、その同じようなことが2回続いたので、うん、なるほどね、はい、まあじゃあそういうことがあって自分の中でやめたっていうか、どうなのそれは。記事に出てた通りで、あ、双方合意。なるほどね、お互いに、はい、まあ、慎太郎も慎太郎で、まあ、琉球側も琉球側でみたいな感じか。そう、うん、なるほどね。で、辞めることになったと。で、まあ、コメントは出てないのも別に特に理由とかはなく、うん、なんかコメントがさ、その、まあ、いろんな記事で見てたんだけど、なんかその双方合意だからっていうのもそうだけど、その慎太郎側からのコメント、なんか辞めることになりました、今までありがとうございましたみたいな、多分そういうサッカー選手でいう鉄板のなんか対談の時にあるような記事が多分ないから、多分結構いろんな人がこう騒いで、なんで慎太郎コメントも出させてくれもらえないぐらいやばいことを犯したのみたいな、なんか法律に触れたんじゃないかみたいなぐらいまで言ってたから、それはないってことだよね別に。法に触れるとかもないし、ないない、
しかも別にコメント出さなかったのも別に意図的にとかでもなくってことでしょ、うん、琉球側と新宅で話してそのまま終わったみたいな感じの流れってことだっていうことですね。でも具体的にさ、最後琉球をじゃあまあ辞めますと、うん、なった時の多分流れとか、うん、話せる範囲で、で何こう呼び出されて言われたってこと？呼び出されて、もうそうだ、その時の気持ち的にはもう辞めますでもさ、結局はさ、相手が側がお前もう面倒見きれないから解雇だじゃなく、慎太郎からそういう風になったってことでしょ。もう辞めます、辞めますじゃないけど、うん、まあそんな感じになったってことか。どうなんだろうね。でも最初に話した時に、うん、まあやっぱり2回目だったし、うん、怒られて、でお前の気持ち的にはどうなんだみたいな感じ言われて、いや本当に申し訳なく思ってます、うんうん、ですげえ反省してて、でもなんかその糸が切れてしまってるから、なんかそっから練習自体も頑張れるかわからなくて、うん、なんか頑張れる気がしなかったんだよね、いろいろと、うん、それは別に琉球というチームに対してとかじゃなくて自分の中で、そうやっぱ常日頃からどんなトレーニングでも 100% やんなきゃいけないじゃん、うん、なんかそれができないんだったらやんなくていいよって思っちゃうタイプで、確かに自分の中でできる感じじゃなかったから、うん、やめますって言って、でそっから試合の日にもう一回話をする場を設けてもらって、でその4日間ぐらいあったから、もう一回ちょっと考えて、なんか考え直せみたいな、うん、でもその4日間過ごしてもサッカー、まあサッカーは好きだけど、うん、なんかやりたいとか練習したいなとか試合に早く出たいなとか全く思わなくて、うん、あんま気持ち変わんないなと思ったから、その4日後とかもなんかやめますって、で相手も分かりましたじゃないけど、そうだね、うん、って感じが総合意っていう多分風になってるってことでしょ、うん、もう、なるほどね。でも確かにそのさ、1回言われてから4日間の間に電話したじゃん、うん、結構、うん、結構電話とかで話したけど、まあ、なんかあんま変わんなそうだったもんね、気持ち的には、うん、なんか相談してるけど自分の中で実際決まってんだなじゃないけど、うん、なんかそれがこうこっちにももう見えてたし、多分自分の中ではもう腹くくってるじゃないけど、多分慎太郎のそのファンとか、まあ今だったら琉球のファンの人とかからしたら慎太郎もっと頑張ってほしいって思うのは当たり前だし、けどこう近くにいる友達からしたらさ、このサッカーが全てでもないし、うん、なんかその慎太郎っていう一人の人の人生がサッカー選手だけかって言われたらそうじゃないからさ、まあ、サッカー選手やれるうちはやった方が、まあ、誰もがなれる職業じゃないし、うん、やれるじゃやった方がいいよとかそれはいっぱい言ったけどさ、けどこう慎太郎がこの先どういう人生を生きるかはさ、やっぱ慎太郎が自分で決めることでもあるし、からなんかサポーターの人とかは多分本気で応援してて、まだサッカー琉球でやってほしかったって思う人もいれば、まあいろいろだと思うけど、うん、けどまあ人生として見た時にはサッカー以外のねことも人生には含まれてるからね。次は何だっけ、ソフトボール選手目指すんだ。違う増えの今後オリンピック、あれテコンドーだっけ、いや、ライジン出ようかな、ライそうだ、格闘技のライジン出ますっていうのは冗談で、で今後ね、今後ちょっとそうだ、ね、どうしていきたいか、例えばじゃあ、うん、今この辞めてから1ヶ月ぐらい経ったわけじゃん、うん、この間ちょっと何をしてるのかっていう、ああ、その期間はもうすぐこっち帰ってきて、うんうん、そのパーデックのスクール手伝ったり、毎週木曜ね、毎週木曜朝加工でやってるパーデックのやったり、あとは何してるんかなやばいな、何してるんかな、やばいな、毎日寝てる人だと思われるまあでも10年間 J リーグやってきて、うん、まあ、生活が一気に変わったわけじゃん。そうだよね、うん、だから毎朝起きて練習行くわけじゃん、うん、それもないわけじゃん、うん、決まったことが土日試合とかもないわけじゃん。あ、でもなんかやめてみて、うん、その練習もない、なんかプレッシャーもない、試合の緊張感とか、うんうんうん、っていうところでは1日はなんかめっちゃ
リラックスして過ごせてて、うん、何にもないから。あ、なるほどね。で、朝とか、サッカー誘ってもらったりして、してるやってんだけど、やってるね。めっちゃ楽しいね。だって、結構ジムとかも行ってんじゃん。行ってる行ってる行ってる。ジムもサッカーも、その琉球をやめたけど、うん、その後自分でこう体動かしてる間も、結構楽しくじゃん。ジムも、サッカーもできてるっていう。そうなんでしょ。実際教えたりするのは、もともと興味があったんだっけ。まあ、興味はあったね。うん、でもなんか教えられてんのかなっていうなんか不安はあって、うん、本当に伝わってんのかなとか。だから実際にそのプレイしてみてやった方がなんか伝わることは多いのかなって思うので 100% でその本気で、うん、なんか子供相手とかじゃなくてもう対人としてなんか接してて、うん、それはもうプロの世界でも 100% でやっぱ練習から やらなきゃいけないし、もう練習はもう子供相手でも大人でも関係なくやるのが大事かなって思うから、そこが一番教えたいところかも俺は。例えば10年前サッカー J リーグでやってました、今来ました、その選手が来ても子供多分知らないから別に多分何も思わないけど、うん、やっぱ埼玉でやってるし、慎太郎の小学校に入ってたチームの子が今スクールに来てくれてたりするから、その子とかはやっぱ歴代のその J リーガーになった人で慎太郎ってやっぱ知ってるから余計多分入ってきやすいんだと思うんだよね。だから子供からしてもこう多分慎太郎が言った言葉がスッと入ってきてるから吸収も早いし、すごい慎太郎が来てから成長してるよ。うん、嬉しいっすね、それ聞くのが。やっぱスクールのコーチの考えになってるね。そうだね、成長が嬉しいっていう。そう、でもなんか1週間後に会った時に成長してる姿を見れて、また1週間後に会った時に成長してる姿を見れると、うん、わ、この教えたことを使えるようになってるわとか、うんうん、これでめっちゃ抜いてんじゃんとか、すごいなんか子供いないけどなんか自分の子供じゃないけどこううわーみたいな、ちょっと感慨深いじゃないけど、なんかこうやっぱ思うことがあるよね。まず大宮アルディージャから戻る。やっぱ地元のクラブだ、うん、だからあの思い入れはやっぱ強かったクラブだよ、ね。もともとレッツジュニアユースだったけど、確かに。なんか大宮アルディージャやっぱ式でやってて、うんうんうん、あ、その河川敷ね。そう。ああ懐かしい。で家も近くて、で小学校の頃からね試合とかよくしてたからさ、行ってた。身近のクラブでいっぱい住んでたしね、式に。そう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 。バレーとか。ああ。ああ、昔だから式に。懐かしいわ。そこで活躍したいっていうのあったけど。大宮で誰、じゃ練習とかも試合しても誰がこう、誰に影響を受けたじゃないけど、やばいわ、うん、すげえわ、みたいな。この人やっぱ家永さんはやっぱすごかったね。今、こう見てても思うもんね。2年間 ?2 年間だね。一番強かった時だもんね。当たる、うん。そう、当たるもそうだし。すごかったね。あの時強かったからね。でも今考えたらあのメンツすごいよね。マテウスもいたでしょ。マテもいて。確かに強いわ。そう考えたらすごいね。おみお、まあ思い出いっぱいあるでしょ。思い出いっぱいあるよ。それこそ一緒に慎太郎家に僕は住んでたんで。確かに。ほぼ。一緒に住んでて、なんかウィールかなんかで飯かけてた。二人とも若くて金なくて、うん、めっちゃ白熱して。警察来たもんね。警察だ。うるさすぎて。うるさすぎて。なんか5人とか10人でみんなでさ、パーティーしてんだったら分かるけどさ、2人で白熱しすぎて呼ばれるって相当多分うるさかったよ。で、そっからファジアーノか。ファジアーノ行って、1年半かな。21歳の夏ぐらい。なんか、思い出、なんか21歳の夏だ。なんかすごい、なんか。でもめちゃくちゃなんか成長した気がするけど、ファジーって。ファジーって。うん、まあそうだね。プレイスタイル。ってここら辺だと思うんだよ。いやいやいや。あったあった。あったよね。あった。髪の毛。似合ってると思ってた人だって。見てなかった。点も決めてたし、やっぱ試合に出続けるっていうのがね。そうだね。大事だ。出続けるのが、やっぱ経験としてなかったから、うん、そこが一番大きな成長だったかなと思うね。でもファジアーノその時いた、でまた次にレンタルまたファジアーノ行ったじゃん、うん、その2つを合わせてファジアーノで結構こう衝撃受けた選手、うん、キム・ミンキュン
キムミンキュン。キムミンキュンって。キムミンくん。キムミンキュン。噛んでないそれ。大丈夫。噛んでない。キムミンくんじゃなくて。噛んでない。噛んでない。言ってみ。キムミンキュン。キムミンキュン。おキムミンキュン。知らないわ。いや、マジでうまくて。ブラジル人？いや、多分韓国人。韓国人か。なんか、衝撃だったね。ワントップツーシャドウだったの。岡山って。昔のさ、レッツのさ、ペトロビッチのサッカーのフォーメーションみたいな。まあ、サッカーは全然違うんだけど。なんか、ミンキュンがいると、めっちゃ点取れた。だから、半年行って、5点かな。パジャーノ行って、取った時も、ほぼミンキュンのアシストだったから。全然覚えてないわ。そう。ミンキュン。その次に行った時もさ、フォワード、韓国人だったじゃん。ああ、40。そう。40はでも J2 の中でもトップクラスの。そうね。結構点取ってたよね。いや、すごいよ、でも。あの、40も本当にすごいなって思う。ストライカー。うん。なんか90分間、裏を取り続けられるし、それ以外は、そんな器用な選手じゃないんだけど、なんかやり続けられる能力って、能力じゃん。うん、それは、走り切るしね。そう。すごいなってマジで思ったね。水戸はね、生き生きしてた気がする。思い出の地ですよ。富山亮の BM の天井を壊したっていう話で。で、今の水戸の選手はね、飛躍してるからね、そうそう、やっぱね。てか、やっぱ水戸ってそういうチームなんじゃないの、うん、結構若手でさ、有望株じゃないけど、若手をこう育てるところには、すごいいい環境なんじゃない、すごい。いいチームなんじゃないの、いいチーム、ね、だそっから水戸から結構行く人たち多いじゃん。うん、ユーイチがね、一番今。そうだね、レッツで頑張ってるしさ。チームとしてのなんか取り組みの仕方、なんかメイクバリュープロジェクトっていうのがあって、週に1回、なんか大学のその教授とか、うん、なんかいろんな人が来て、その人の話を聞くんだけど。全然サッカーと関係ない話。全然関係ない。やっぱなんかそういう人の話を聞けるってさ、うん、あんまないじゃん。うん、セミナー行かない限り、うん、すごい、うん、だからなんかすごい取り組みだなと思って新鮮だよね。今参加しとけばよかったなってめっちゃ思って参加してなかったんだ。すごい取り組みだして今その前の話的にはすごい刺激受けた内容を知ってるそう感じけど全然行ってなかったらもう刺激全然ないよ。水戸でじゃあこう一緒にやっていいっていうかまあすごいなと思った選手キーパーの本間さん、あとセンターバックの細さん、うん、無難高校、無難高校、無難の大先輩ですね。大先輩でしょ。大先輩ですよ。わすごい、ね、もう超ベテランだから。あ、そうだよね。本間さんに関しては、うん、昔はもう本当多分すごかったんだろうなと思うけど、何がすごいかってなんかキーパーを交じったボール回しみたいなのがあって、なんか結構でかいあの。ボール回しみたいな感じで、で、コウジさんが結構こう、パントキックしてつなげようと思ったんだけど、何回もミスってた。で、結構もうみんな、おいみたいな感じの雰囲気だったんだけど、なんかそれをひたすらやり続ける。なんか自分は多分信じてて。ああ、なるほどね。一回やっぱミスってもさ、次できるかなと思って、二回ミスったらさ、ちょっとさ。でもそれマジ日本人ダメとこだよね。メンタル的に来るじゃん。俺も多分食らっちゃうし、日本人の選手って結構みんなそうじゃん。ドリブラーとかもそうじゃん。ブラジル人とかってドリブルで1回引っかかっても2回引っかかっても3回引っかかっても多分行くじゃん、うん、そこのメンタルの強さを多分本間さんは持ってるってことでしょう、うん、で細さんは細さんを俺の7個上かななんだけど、アップの時ってさあんまさ本気出しないじゃん。ダッシュとか、ね、やっぱ体作ってうんうん、徐々に、うん、じゃあ、うん、全部 100% だから、うん、で、揚げ句の果てにはフィジカルコーチにあんま走んなくていいよ逆にね、そう逆に抑えられると、そう逆なんでね、やれじゃなくてやれって言われるやつが多い中やめろと、やめろと、それでもやり続ける細さん無難じゃないんじゃない、確かに無難高校じゃないっぽいじゃないと思うよ、ね、対照的すぎるもんだって無難のやつやっぱでもさ、ベテランにさそういう選手がいるとさこう
そうだね、下の世代じゃないけどさ、やっぱ影響を受けるってことでしょ、多分、うんうんうん、だから自分たちもやんなきゃなって多分なるでしょう、うん、だからすごいいい影響を与えてるそのベテランの2人なんだろうね、まあ、だからそんな長くプレーできたよね、いいチームだったし、本当にいいチーム、琉球ですよ、琉球、まあ、特に今年前半さ、確かめちゃ首位だったからね、ああそうだね、でかつ慎太郎も出てたし、確かに決めてたし、結構ずっと出てたよね、コンスタントには、そうだね、慎太郎的には今シーズンはどうだったの、今シーズンの出来、いやよかったよ、でも一番ヘディングで点取ったんじゃない、うん、琉球で足で1点ぐらいでしょ、足1点、頭だけど、とにかく琉球で生きたんじゃない、もう本当に身長が多分180、190ある人にも負けないぐらいヘディングが強いのは俺らは分かってたけど、 J リーグを通しては多分みんながそんなにさ、そんなにヘディングで決められてないから分かってなかった中で、琉球行って多分ヘディングで結構決めたからさ、それこそ前半戦とかいいセンタリング入ってきてヘディングで決める場面とか多かったもんね、うん、でもやっぱ後半に差しかかるにつれ、まあ、琉球のやっぱ順位が下がるにつれやっぱ点も決めれなくなってきてるし、うん、変わってないでしょ、サッカーは、でも、うん、サッカーは変わってないけど、やっぱ分析され始めるとこっちも変化を出していかなきゃいけないじゃん、うんうん、だけどその変化を求めなかった、そのままでいってしまう、そのままでいってやっぱメンバーも結構固定されてたし、あ確かに確かに、で1ヶ月半ぐらい勝てなかった時期あったけど、それ最後辞める前とかさ結構負けてたけどメンバーそのままだと思うんだよ、そう、ね、でなんか自分のコンディション的にはめっちゃ良くて、うん、なんでっていう気持ちが強かったね、うん、でそういう風になってしまって、うん、自分の中の糸が切れたというか、うん、なんか今までのチームってさ、水戸とかさ、まあ、岡山の時もあれだったけどさ、こう、まあ、水戸はまだ近いから全然頻繁に結構行って遊んだりさ、飯行ったりできたけどさ、うん、それまあ、岡山とかでもギリ行けたりするけどさ、琉球ってなると話また変わっちゃうじゃん、うん、だから結構みんなが来てくれないし、それこそなんかストレスの発散する場所、例えば、うん、たまにこう夜飯一緒に行くだけでもさ、うんうん、多分ストレスって解消されんじゃん、けどそういうのも全くない状況じゃん、うん、もう沖縄みたいな、コロナだしね、そうコロナだったし、だからそういうのもやっぱあって、サッカーでもその負け続けたりしたらストレス溜まったり、まあ、メンバー変わんないとかで、で友達と飯とかも全然行ってないとか、いろいろこうストレスがかかることがめちゃめちゃ多かったんじゃない、そうだね、うん、だこっち来て帰ってきてね、そう帰ってきて、で龍也もそうだし、うん、カズとかもさ会って飯食ったりするじゃん、やっぱいいなとか、うん、思うし、なんかそういう人から力もらってたんだなっていうのはすごい感じたし、感じてる、ホームシックだね、かよくね、そうそうそう、ホームシックかわいいやつやな、そうなんですよ、ホームシックや、まあ、J2、J3、まあ、J1 どこでも、カテゴリーどこでもいいけど、 J リーグのチームからオファー来たら J リーグでプレーすることありますか、いや、ないですね、ないですか、はい、まだこれ見てくるかもしれないよ、あ、来てないんだ、まだあるわ、来てないからあるわみたいな、あいつのヘディング、ホッチタイム残り15秒くらい出せばなんかあるんちゃう少なまあでもサッカーは続けるんだよね、まあサッカーは好きだし、そのどういうところで、ところでそのサッカーに携わるかっていうのは明確には決まってないけど、まあ、まあ、まだプロとしてやりたいっていうのはある、うーん、まあプレイヤーとしてやっぱやりたいのはあって、うん、だからそれだったらもう J リーグがないってなったら海外でやるか、日本のその今結構社会人のレベルとかも上がってきてて、うん、社会人でも結構多分お金すごいもらってやっても、日本でもやってる人とかさ、まあ、仕事しながらやってる人ももちろんいるだろうけど、うん、J リーグはないけど J リーグ下のクラブでもそういうリーグでもまあ声がかかって、まあ、なんか条件がいろいろあったりすれば、うん、全然行く可能性はなきにしもあらずですねなきにしもあらずなんだ、はい、なるほどね、なんか今日聞けたこととしては、琉球の人たちに、琉球の人たちにサポーターの人たちにね、うん、ファンサポーターの人たちに、まあ、コメント出せなかったことコメント出して、まあ、こう話したこととか、まあ、なんで辞めたのかとか、うん、辞めた経緯とか、まあ、アルディージャー水戸アジアの琉球でこうすごかった選手とか、まあ、裏側じゃないけど、うん、そういう話とか、まあ、あとは今やってることとかね、あとは今後のことか、
とかいろいろ聞けたからね。けどなんか、その、俺とかがこう見てて、なんか、慎太郎がすごい、なんか悪いやつみたいなさ。うん。なんか、1回目のなんかコロナ禍飲み会の時も、ハングルみたいなやついたしみたいな書き込みとかあったし、全然ハングルみたいなやつじゃない。まあ、それも知ってる人たちだったからあれだけど、何の話だよと思って、だからなんかそういうのをなんか、変な情報だけに左右されて、うん。それこそ本当にさっき冗談で言ったけど、雷神出るとかも書かれてたし、手術で大晦日雷神出るらしいよみたいな書かれてたし、けどなんか、しかもその情報をなんか、何で見たっけ、琉球の掲示板かななんかで見たんだけど、見たっていうか聞いたんだ。清水雷神出るらしいよみたいな、なんか共通の友達から、あの清水のめちゃめちゃ仲いい共通の友達から聞いたから、確実な情報ですみたいな書いてあったよみたいな電話来たの俺に。君じゃないですか。それをなんかこうリツイートが例えばさ1000とか2000とか言っちゃってたらツイッターとかで多分それ信じちゃうじゃん、うん、正しい情報だとか思ったら、ね、本当に応援してくれた人たちとか清水慎太郎何してんだろうって多分なってるじゃん、うん、何も更新してないから。だから逆にこれで本当に知れ、まあ、知ってもらえればねいいと思うんで、まあ、毎週木曜日はパデック浅川校にいるんでぜひ来てください。無料体験待ってます。小学生限定で。ただ本気で行くから俺怪我するんでスポーツ保険入んないとね。今日も一人怪我あの流してたんでって感じで、そんな感じ。まあまたなんか慎太郎と、まあ、実際この前にもこの何日か前にいろいろ慎太郎とそうだね動画実践的なものを撮ったりしてるんで、それもこれから次も上がって、その次も多分慎太郎との動画がどんどん上がっていくと思うんで、チャンネル登録と高評価と、まあ、この動画に対して、まあ、慎太郎に対しての、ね、応援メッセージでもいいし、清水何してんだでもいいしね、まあ、コメントとかもね、いろいろ待ちながらね、どういう反応があるのか、まあ、慎太郎もコメント見てるんで、なんかあればまた動画に出したいと思う、動画で出したいと思うので、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた。